今作ってる最中だと思うんですけども、その中でこう決め切っていく今気持ちというか、どんな気持ちで今チームをこう牽引してるかって教えてもらっていいですか。まあ、特に、まあ、正直あまり変わらないんですけども、やっぱりゲームの状況だったり周りを見て、まあ、常にそのね、まあなんていうんだろうな、自分そのね、いい効率というか確率で特にオフェンスはねプレーできるようにも考えてやってはいるので、まあ、その中で今シーズンやっぱりね、まあ、正直ハンドラーがそんなに多くないというところで、まあ僕が去年以上、今まで以上にボールを持って攻めてるっていう部分はあるのはあるんですけど、まあ、これからね原が戻ってきたりと、で他の選手がもっとね自信持ってやってくれたりしてきたら、まあ、その辺が徐々にね分散されていくと思うので、まあ、でも必要な時であってね、あのしっかりチームを助けられるようにね常に準備しながらやっていきたいなと思います。ね、別にすごいそれを狙ってるわけではないですけど、今のチーム状況だったりこの今最近のねこの数試合の怪我人の状況で、まあしょうがないというか、まあそれは自分の役割だったかなと思うので、まあそれで少しでもチームを助けられたならやっぱいいことだと思いますけど、まあこれがねシーズン通してしたいかといったら、まあでもそうではなくて、はい、まあできたらねやっぱり15点前後の選手がやっぱ3、4人平均でいるチームの方がやっぱり絞りづらくて、ね、強いのかなっていう感覚もあるので、はい、なんかそうですね、他の選手がね、しっかり怪我を治して、100% になってくれたら、まあ、その僕の点数というのは徐々に下がってくれたと思うので、まあ、それはでも悪いことではなくて、はい、まあ、大事な時というかね、必要な時に点数取っていけたらいいなと思います。このベンチから見てて、原選手の目線でチームってどういうふうにこう試合、それから練習の時とかこうどういうふうに 見えてプラスになったこととかどういうことですか。まあ、練習は正直その僕リハビリだったりとかで結構別が多かったので、まあ、あんまり見ることはできなかったんですけど、こう客、まあ、1回あの3シーズン目、B リーグ3シーズン目に僕その体調不良で復帰、その戻ってきて試合は出てない時もあったので、まあ、2度目なんですけど、まあ、今こう試合にちゃんと絡むことができている中で出ないっていうのが初めてで、プラスになったことは、まあ、改めてバスケが好きだなっていうのと、なんかコーチの話とかこう、いつもはプレーでこう引っ張っていくんですけど、ちょっと難しいですね。別に引っ張ったわけじゃないんですけど、こう言葉でアドバイスしたりとか、そういう難しさと楽しさっていうのを、はい、感じました。別に、まあ、特にプラスになったことはないかもしれないですけど、はい、ごめんなさい。見えた景色とか違ったりしました、ね、ここはこうしようとか、まあ、いやぶっちゃけ言うとすごいイライラしますね。やっぱこう、まあ、特に長崎戦とかは明らかにこうチームとしてタフにできていなかったので、まあ、それにすごいフラストレーションを溜めてたんですけど、こう徐々にみんながこうタフになってきていくのを見ててすごくそれは楽しかったので、はい、楽しかったです、はい、で今日は原選手、まあ、コールもそうですけど選手のコールもそうなんですけども、こうコートインした時の歓声はもうすごくこう鳥肌立つぐらいみんなお客さん見るとすごかったんですけど、そういうのってなんか感じることだったりできましたか。最初のシューティングの時にコートに入った時にすごい大きな拍手で迎え入れてくれて、まあ、本当にそういう人たちのおかげで戻ってくることができたので、まあ、鳥肌は立ってないですけどすごく嬉しかったです。ありがとうございます。プレー権もう1個だけ最後お伺いしたいんですけども、やはりこう原選手入るとちょっとなかなかペイントアタックだったりドライブだったりかなり仕掛けにくいもう空気がもう出てたんですけども、僕は千葉に改めてこの帰ってきて自分の役割というか、ここからまあここからチームビルディングしていくとは思うんですけども、原選手の役割、そしてこう次にあるジェッツ上に行くことへのなんか気持ちがあったら教えてもらっていいですか。まあディフェンスの中、そのディフェンスのリーダーだと思っているので、そこは
まあ、僕がフィジカルにやってこうなんだろう、それにみんながついていくじゃないですけど、まあ、いい影響を与えられたらいいなと思って今日プレーしました。まあ、あとはそのオフェンスに関しても結構ペイントタッチできる選手が少ないので、あの、まあ、ファーストプレーから体を使ってドライブしに行こうと決めていて、それが、まあ、まあ結構ポロポロ落としてしまったので、そこは決めきる力を徐々につけていかない、戻していかないといけないかなと思うんですけど、まあ、それでもこう、なんだろう、僕が入ることによってディフェンスでもオフェンスでもちょっと違うアクセントというか、あの違うバリエーション、いろんなバリエーションをこうもたらすことを意識してプレーしていけば、あのチームとしてもまた強い、まあ、別に今弱いとかは思ってないですけど、あのジャスティンもこう上がってきたりとか DJ も上がってきて、本当にいいチームになっていくんじゃないかなとは思ってます。あの最後に言ってるんですけど、あの待ってたアラファンにあのメッセージもらっていいですか。そうですね、コアな僕のファン、あのあのなんですか、別にメッセージが、まああのなんだ、僕が出ない時もこう会場に駆けつけてくれたりメッセージだったりとかでこう応援してくれたおかげで復帰することができましたので、ありがとうございます。あのバスケで恩返しできるように頑張ります。ここ最近スリーバイも出られてて世界も戦って、で移籍じゃないですか。でその中でチームの柱となっている形でもう今プレー出てる中で、どんなこうさっきも言ってましたけどヘッドコーチも伺ったんですけど、今チームビルディング最中の中で自分の今の役割と、まあ、得点とディフェンスのところをもうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。はい、自分の今の役割っていうのは、まあ、日本人の中でやっぱ点数取れるあのポジションにはいると思っていて、で太蔵さんにもやっぱボール持ったらボールマンファーストだからアタックとか行っていいよとか、こう点数取りに行くことをあのやめないでくれって話は結構ずっとされてて、オフェンスのところで言えばこう結構あの太蔵さんからも信用されて、やっぱこう第一オプションとしてやらせてくれるようなプレーはできてるのかなと思ってて、チームとしては、まあ、本当に先陣切れるような選手にあのなっていかなきゃいけないなと思ってますし、ディフェンスのところはやっぱりまだ課題が全然あって、まあ、広島の時はどちらかというと、まあ、ドウェインもニック、ケリー、その辺もやっぱ外につける選手がやっぱ多かったので、どうしても3番ポジションと4番、5番のところはスイッチしてポストを自分が守るっていう機会が多かったんですけど、今のこのチーム状況でいうジェレミー・ジョーンズはあの、まあ、まあ外は守れますけど、ショーンはあのあんま守れないので、まあ、そこはファイトオーバーしたりっていうペリメーターのディフェンスっていうところを今ちょっとチャレンジしているところなので、まあ、ディフェンスのところでもちょっとこう先陣切ってこうプレッシャーかけたりとかそういうのもできてチームのこう先陣切れる選手になれたらいいなと今思ってます。あのスイッチのところの確認ですとか本当に細かいところがコミュニケーション取らなきゃいけない中に新チームに入ってきて、それはこう今いい状態でやれてるんですか。そうですね、あの、まあ、練習中からあの外国人含めこう全員でこうコミュニケーション取ったりとかしているので、そういうコミュニケーションの部分だったりとかすごいこう、まあ、オフコートでもすごいこのチームは仲いいので、まあ、そういうところも含めてこうチーム全体が今こうコミュニケーション逆に取りすぎてなんかこうちょっとおかしくなる場面も多々あって、でそういう時って大体試合終わりとかにちょっとコミュニケーション取りすぎだからみたいな話もあって、やっぱそれぐらいこうやっぱコート内では話してますしコート外とかでも話してはいるので、すごくこうチームとしてあのいい方向にいってるのかなと思って。あとごめんなさい一点なんですけど、はい、今日あの試合前試合中でもいいんですけども、はい、あの金近選手とか岡田選手とかもあの、はい、こう仲良い感じも分かったんですけど、こう どうですか今シーズンはこう相対してみての感想とかあったらちょっとですか。そうですね、あの、まあ、千葉には、まあ、フロントスタッフ含めこう東海大出身の選手スタッフが本当にいて、まあ、そういう人たちにもこう、まあ、感謝という気持ちはあるので、あのそういう人たちに対してこう感謝の気持ちも含めたプレーもしなきゃいけないなってこう試合思ってましたし、やっぱりこう同じ大学出身でそれこそこう大学4年間のうちにどこかしらで被ってる、それこそ相田同い年ですし、金近も1年
まあ、ハングリーのアシスタントコーチもそうですけど、トレーナーとかもそうですけど、全員被ってはいるので、すごくこう、まあ、やってて本当楽しかったなと思ってて、本当にこう大学の時切磋琢磨してこう一緒に頑張ってきた中で、特に兼近とかは同じポジションでずっとこうやってきてはいたので、でソータとマッチアップすることって実際初めてで、B リーグっていうか、まあ、大学の時もマッチアップ、それはポジションが違ったんでマッチアップしないですし、こう B リーグ入って初めてマッチアップしたんですけど、うまいです、はい、本当にあれぐらいストイックにいろいろとディフェンスもオフェンスもやらなきゃなっていろいろと学びました、はい、一瞬のマッチアップありましたけど、なんか会話とかあるんですかね、ああいう時は。いや、特になかった気がします。まあ、お互い、まあ、まあ、俺は結構楽な感じなんで、ね、まあ、ここマッチアップしたりとかしたらちょっと話しかけますけど、ソータはなんかそういうオーラはないです。もう話しかけんなオーラがやっぱすごいです、はい、すいません、ありがとうございます、はい